初代マンチェスター公爵、チャールズ・モンタギュー初代マンチェスター公爵、第四代マンチェスター伯爵、チャールズ・エドワード・モンタギューは、イギリスの政治家、外交官、貴族。1660年から1662年頃、第三代マンチェスター伯爵ロバート・モンタギューと、その妻の息子として生まれる。セント・ポールズ・スクールを経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学。 1680年には、同大学より、学術修士の学位を取得。1683年3月14日に、父の死により、マンチェスター伯爵位を継承した。1685年5月12日より、貴族院議員にレッスルが、ジェームズ2世儀の先制支配にうんざりして、すぐに、海外へ出て、オラニー公ウィレム3世に接近した。名誉革命で、 ジェームズ2世が王位を追われて、ウィリアム3世が即位した後の1689年から1702年にかけて、この英オマン隊長を務めた。1690年にはアイルランドでボイン側の戦いやリメリックの戦いに参加した。1697年から1698年にかけて、ベネツヤ共和国が冷戦に抑留された、英国人船員たちを救出するための、 外交交渉のために財弁列や全権行使を務めた。しかし交渉は成功せず、1698年春に英国本国に召喚された。帰国間もない1698年6月8日に数密顧問館に列する。1699年8月から在フランス全権大使としてパリに着任。彼の主要な任務はサンジェルマン安令場で、 亡命生活中の全国王ジェームズ2世の陰謀を監視、阻止することだった。1701年9月にジェームズ2世が崩御すると帰国の儀礼なしで本国に召喚された。1702年1月から5月にかけて南部担当国務大臣を務める。1707年6月から再び在ベネツヤア全権大使としてベネツヤアに派遣され、 スペイン継承戦争でベネツィアを対フランス大同盟陣営に入れようと交渉に当たったがうまくいかなかった。1708年9月に本国に召喚された。1719年4月28日にグレートブリテン貴族社位マンチェスター公社位を与えられた。同年に王立音楽アカデミー社に出資した。1722年1月20日に死去した。 1691年1月に第4代、ブルック男爵ロバート・グランビルの娘ドッティントンと結婚し、彼女との間に2人の息子と4人の娘を設けた。長男は第2代マンチェスター公爵位を継承するウィリアム・モンタギュー。次男は第3代マンチェスター公爵位を継承するロバート・モンタギューである。また娘の一人シャーロットは第2代トリントン子爵パティ・ビングと結婚した。 ありがとうございます。